何これ、は何これって、これしかできねえんだ俺は。帰ってた、ごめん、ちょっとかばらすんだめね、ごめんごめん、あついと間違った、ごめんね、ひどい女だね、どけよな、危ねえ、ちょやるんだよ、やるんだよ、ごめんね、ごめんね、あたしが悪かった、ごめんね、ごめんね、だから私やるんで、今回だけ、ごめんね、なんでこういうツバやんの、あれが使うので、まっ、終わったな。視聴者さんから エビをいただきました。はい、これが伊勢エビです。美味しそうですね。それをいっぱい持ってくれました。はい、食べたいなと思ってます。すごいですね、全部。本当に、視聴者さん本当にどうもありがとうございます。何それ？それが全部。すごい。すごいじゃん、これ。伊勢エビ。すごいね。これ、押してる。昔ここにあるから。うん、いいよ。違うよ、こぼしてる。すごい大きいよ、これ。あれ、伊勢エビどうやって取り出さなきゃな、食べた。じゃなくて。ちょっと待って、スマホで調べてもいいから。四式だよ、四式。ちょっと、岩川さん、電話して。何？千葉さんに4匹いるんだけど、4匹、岩川さんとみんな どうしますかって、4匹いるの、4匹。どうしますかって、4匹いるんだけど、どうしますかって。まあ、調べっかなと思ったんですよ。いいんだよ、やり方知ってっから。むせババだ。でもさ、電話すればいいんだよ、このバカ。4匹だから、これ、おそらく、そこチャンネルのみんなと食べるんだ、これ。あ、もしもし、お疲れ様です。千葉さん、伊勢エビさ、4匹。4匹じゃあんだけど、どうします？ 4 匹。4匹。音が切れなくて、音が切れなくて。じゃあ、音が切れなくて。お願いします。何がうるさいな。次のマスシン、出汁を取ります。さばきました。ほら、これエビをこんなにしました。これで今調理します。伊
セエビはどういうふうに作るんでしょうか。こういうふうにってなんだよ。ちょ、伊勢エビ今ちょっと CM 白黒で分かる。河川テレビ、テレビ磯エビはどういうふうに、磯エビはどういうふうに料理したらいいんですか。磯エビじゃなくて伊勢エビ。伊勢エビはどういうふうに今出るんだ。これでいいんだ。これで出るんだよ、ね、バカ女。やっぱり無理だ、これでこうやってやるんだ。集中で、簡単なの。ああ、簡単なのに寿司だよ。ああ、もう、ダメだっちゃエビ。伊勢エビは1万7千円、なくて2万、1匹8千円で、まあ、で、1匹8千円、それを4匹だろ。シハ32。うるさい、無駄なの聞いてねえよ。何個やった？指。3つだよ。おっか、おめえこれあげたの、これ。まーちゃんあげたんでしょ。あ、俺あげてねえよ。こないだあげたでしょ。これ見た？これあげたの。これあげたの見た？うん。なんで？何や？開けてねえのつもりしたからよ。開けてある、醤油なくて。うん。あれ、まーちゃんどうしたの、あれ、あのちっちゃい醤油の、あれ、あれなんだろ。あるよ。でそういうのがうまいよ、かつぶちゃんは。それで頭も味噌汁した方がいいって。全部下あるよ。はいはい、これが磯エビのあれです。できたやつです。うん、伊勢エビでしょ。伊勢エビだよ。何これって、これしかできねえんだ俺は。違うよ、伊勢エビだって分かってるよ。なんだ、なんだこれって。なんでもない、なんでもない、あの勘違い、ごめんごめん。ちょっと小馬鹿にしてんだ、おめえね。違うよ、こっち今遊びさんと喋ってたからだ、ごめん。小馬鹿にしてんだよ、おめえ、あんたはね。これ何だと、このバカ女。いや、小馬鹿にしてないやつこんな上手作れないもん。マチの方が上手だもん。すげえこと言ったよ、こいつ。今作ってみたら、何これやと。ごめんごめん、熱いと間違った。ごめんね。ひどいおばさんもいる。ごめんなさい。とにかく予約が下がらないと、このおばさんはなんか狂ってます。食べたことないからさ、びっくりしちゃった。だから売ってんじゃねえ。俺が食ったことねえよ。待って、食べてみな、少し。美味しいから。何これやと、このバカ女。だから私、勘違いだっつってんの。ごめんごめん。美味しく作ったねってのがあると思う。何これや。白い女だよ。俺はもうあんたは知れませんもん。もうあんたはもう、俺はもう知りません。来んなよ、おめえこれやってんだから。じゃあ、まーちゃんごめんね。ごめん、あっちの勘違い、ごめんね。すごい。あっち行けよ。これ何？味噌汁。あ、違うよ。おみそ漬け。なんでこのおみそ漬けなんだよ。どけよな、危ない。じゃあ今日やるんだよ。やってんの、これやってんだから。やってんの。危ねえつに。やるんだよ、終わった。やるんだからな、みんな。これから悩んでんの。すごい、この味噌汁。おめえ、ぶち壊しもいいね、これ。
何やってんの？まーちゃんとやりたいんだよ。うん、一生懸命いるから、まーちゃんやろう。食べてからやろう。待って、行かないの？食べてから。行かないとダメ。ごめんね、ごめんね。味が悪かった、ごめんね。ごめんね。だから私やるんで、今回だけ。ごめんね。何やってんの、これ。ないよ。あっち。まーちゃん、つたねな、つばやって。なんでこういうつばやんの？あれだ、つかね。で、まっ、今これやってんだからね。だからやるんだよ、今日やるんだよ。なんかやるんだよ、今日。やってんだ。やるの。やるんだね、じゃあ。ご飯食べたら。うん、食べたらやるんだな。まあ、どっちなんだよ。これアップ、食べたらやるのね。ほら。あ、なんか味おかしい。ほら。あっち行けってんだ。ダメ。やんなかったらダメ。ダメ。お、まーちゃんしやんの。やるの。やんなかったらいいよ。待って。やんなかったらあれだからな。やるんだからな、今日。ダメだ。やるんだよ、じゃあ。やんなかったらいいな。やる力だな。いいな。終わったな。やるんだからな、分かった。おいしいでしょ。うん、おいしいですね。はい、これも飲んでみます。いやー、おいしいですね、これは。食べてもその味が残っちゃいますね。よそエビのその乳液がすごいです。口の中ふわーっと皮むいて、ビタミンはわさびマヨネーズ食べたらカニカマみたい。うん、カニカマだね。そう、うん、醤油とわさびとからしとでもいいから、いろいろやって食べてみたらって、美味しいって。うん、美味しいです。うん。食欲が出てきた？うん、食欲。すごい美味しいです、この。いやー、体が温まりますね、これは。いやー、これ美味しいですね、本当に。磯エビは本当に美味しいです。本当にどうもごちそうさまでした。とても美味しかったです。本当に磯さん、どうもありがとうございます。お湯がいいですね。中の皮、うん、すごい出汁が効きます。もう出汁なんか使ったら
うん、今なんで、あいつ少ないよ。で、どうすんのそれ。やして食うの。だろ、うん。まさに、そのやる、や、できたらやったんな。だったら暇やってんだもん、バカ。これ食ったら、あとご飯食えない。無理。あんときあんときやっぱりうまいのか、バカやろ。まだ分かったの、この世の、バカや。バカじゃねえか、お前たま。なんであんときうまかったんだよ。あんときはフラフラして、こっちはとこ、バカやろ。おめえって一緒に行くからで。おめえって分かれればすぐうまく乗れるよ。もう関係ねえよ。